ウスの YouTube をご覧の皆様、こんにちは。日本ハウスホールディングス岐阜営業所営業の門田です。今回は、岐阜県羽島郡笠松町の分譲地に来ております。こちらが分譲地になっております。こちら間口 11.8m、 奥行き 15.5m、約 55.4 坪の2区画になっております。2区画とも南側 6m 道路に面しており、日当たりも良好で駐車場3台分計画できる土地になっております。立地も車通りの多い通りから約 200m ほど奥に入った場所ですので、静かな住宅街になっております。アクセス情報としましては、最寄りバス停まで徒歩4分、名鉄竹花線笠松駅まで自転車で約15分なので、名古屋勤務の方もお求めいただけるエリアかと思います。笠松幼稚園まで徒歩10分、松枝小学校まで徒歩6分と徒歩圏内ですので、子育て世帯の方にも安心な立地になっております。続いて参考プランがこちらになります。 55.4 坪の土地に対して約33坪の 3LDK 2階建てプランになっています。東西に広く取った LDK で日当たりも良く、家事動線も奥様が使い勝手の良いプランになっております。2階も全室南向きの寝室洋室になっていますので、日当たりの良いこの土地のメリットを生かしたプランになっています。ウォークインクローゼット何度と収納力も取れたプランになっていますので、ぜひご参考にしていただけたらと思います。以上、門田がお知らせしました。